Halo teman-teman, balik lagi bersama gue di game terbaru dari PS5. Sekarang sudah ada di PC, yaitu Ghost of Tsushima. Ya, dengan gue, dengan nama baru, Zoda. Kita akan coba bermain game Ghost of Tsushima ini ya. Let's go. Oke, kita pilih untuk mode permainannya ya. Ada easy, medium, hard, sama lethal. Death is always close at hand. A single sword strike is lethal. Wow. For player unafraid of death who are brave enough to face the unlimited ultimate challenge. Kita mau menikmati story-nya, mau menikmati gameplay-nya. Jadi kita medium aja for player who want to be real rounded gameplay experience with a moderate challenge. Ya. Yeah. English dialogue sama English subtitle. Japanese dialogue sama English subtitle atau black and white filter with Japanese dialogue. Wow. Kayaknya Japanese dialogue tapi pakai English subtitle aja ya. Samurai Cinema. Welcome to Ghost of Tsushima. Suaranya gede banget ya. Mungkin gua kecilin sedikit kali guys ya. Ini terlalu besar. Kita taruh di 80 dulu coba. SFX-nya juga sama cutscene-nya juga kita taruh 80. Keren-keren, berisik banget. Masih gede. Semoga tidak terlalu besar ya. Sebentar, ini kayaknya dari sini yang kegedean sih guys. Oh, enggak bener kok. もう国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。 我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ。 それが我らが道だ。我らこそ島の勇士。我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれよ。 よく聞け。腕に覚えのものあらば入れよ。なだチムニだ。
我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。わサムライ、我に下るか。誉れなき者には情け無用。さあかかれ。ただし一番の名前かかれ。じゃあ裏ね、レッツゴー。おま。信せねばなるまいぞ。ご下人、志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。猛虎どもの新手だ。切り捨て。さらに遠兵が来るぞ。もはや我らのみ残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。オッケーパーマン。オーマイガーッ。
よいし。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。なれない。あ、なななななな、あいし。Sekarang ini Katana, do not press the alarm. Okay, so we are sneaky sneaky now. Ketan dobol. を研いでおった武士か。俺の鎧。ここにあるもの壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。あど。走れそう。ああ、
こにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。ごめんね。ごめんを出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。どうしたかな。ユノ、後にして。くっそ、かがんで。思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。はい、地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。うん、きつくね。今はこらえて行くよ。待って。騎兵だ。おい、隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。早く。いいえ。万兵だ。屋根に登るしかない。今でチャラニャ、こちゃ。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。ビデオワールド。
手じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。おい、turun。我が名は坂井陣、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみろ。はい、おじゆえ。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよ。近くに来い。わしをついてみろ。よろしい。さように戦えれば痣をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその痣をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。こやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それから滅多打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。坂井陣が勇ある武士だと示してみよう。衝撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、直撃で仕留めろ。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。まだ攻めるな。守りの構えだ。どれ。よし、よいぞ。疲れてるの。マジョロ休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。マジョシリ腹を据え痛みに耐えてみせよ。トビさんがヒル。よし、This is your list of methods. Draw on your list of heal and perform other special abilities.
Gain resolve by killing enemies bearing attack or using other advanced. では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか？お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。で、よし、その息だ。良い切り返しだ。うまく避けたな。良いか、かわしたらすぐさま攻めろ。なかなかの切り返しだ。待てろ待てろ待てろ、あんたは。うん、うわ、これかん、これかん。いかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか？朝ができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ陣。手を挙げて。飯の前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか？主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い、酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか？行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not there, samurai. いるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか？道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。あ、上手ね。でも近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと
万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが、どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじ上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。おじ上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。kita nggak bisa ngacak-ngacak dulu gitu。ayo ayo ayo。ah sini lah semua lah sini。馬屋へ急ごう。山田くだいん。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？デジタルデルクス。oh, ada pilihannya. yang paling bagus kayaknya nih.New game plus aja boleh nggak? Dodo, niatel. Nau tsuke neba na. Nobu Sora Kage. Kita kasih nama dia Sora. Sora, ten wo mo kake yo. You have choose the name of Sora as category component name of original interjune. No, 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 jangan Sora.神を守る闇。じゃあじゃあじゃあ。ノブ。ノブ、まことの心。じゃあ影。影、を守る闇。影じゃあ影。Kamu udah tahu. Wah, keren guys ya.Game bagus, ini story-nya bagus. Koneta no ki. Jito wa shiro no naka da ne. Kabe wa takaku te koerare nai ne. Sawagi demo okoshite shinobi konde miru. Iya. Ootemon kara hairu.藩は足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。ボレボレ、ルチン。トランケゾロへ。テンオフ。When approaching enemy territory, you can tell them who to listen. Shimura 殿を返してもらうぞ。オートンとシェウエ。マンタ。you
やったろ。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。mati. Aku sebeli. Tidak ada item. Ini pedangnya ada dua ya. Satu lagi buat apa? Yang kecil kan? Abenai! Oshi tore! Susumu hoka nai zo! Sudah rumah, boleh masukin enggak? これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。Dodge arrow. Before firing arrow, Mongol will call out his allies to duck. Aduh. Beneran gak ada item apa ini ya? Oke. Asik gameplaynya, asik. Kutuhan! Hmm.
地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。志村から己のことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。ちん。さあどうする、堺人。Oh my god. Oh my god. Bisa restart enggak? Oh my god. Yame. Kudare. Itomo tayasuku heiwa ga motoru to oji ni misete yare.Mantap. Memang harus kalah ya. Fugai nai. Mata shitemo. Chichi. Jin.加算か。お前は死ぬのが衆生のためだ。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不よ。
すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。お導きください。おお、angin。動けって頼むから。ユノ、ユノ、ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。
馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立雅子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Rescue Lord Shimura. Traveler attire. Perfect. Okay. Okay guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Gameplay awal dari Ghost of Tsushima ya. Kita lanjutin next video. Thank you for watching and bye bye.